こんにちは、シュです。今回はオンリーアップ世界記録見ていこうかなと思います。13分20秒らしいね。いきます。さあみんな来たね。<music> ああ、まずセッティングからなんだ。んなんか FPS リミットってところを今やってたね。FPS ってなんだっけなんかぬるぬるぞみたいな感じだっけあれを今90にしてた気がすんな。最大がね120なんだよね。でも90ってことはなんか関係あんのかもね。これ確かね、セッティングは時間に含まれないのかな。 動き出してからがスタートみたいな感じだった気がする。うーわ。まあ、ここまではあれだよね。うまいけど、なんか全然あり、ありがちというか、まあ、想定の範囲内のプレイですよね。いや、うまいね。いや、これね、外国の方の映像なんだよね。いや、勝手にね、動画にしたら怒られるかな。いや、一応ね、私の最大限の、あれとして、ちょっと収益化はしないわ。なんか人の勝手に乗せてるから、申し訳ないんで、収益化はしないんで、 動画にすることを許しください。もしね、この外国の方から、もう DM 来て、シューゲームズやめろよ。って来たらやめるな、ときもさすがに。うわ、何その回転。なんかたまにね、うわ、そこ走れんのやばいよね。回転するんだよね、うまい人。私もう実はね、オンリーアップ。この人のは見たことないんだよね。ただ、まあ、3週間か4週前ぐらいかな。私がクリアした時点でのタイマータップとか見たことあって、はい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 。 だから、結構ね、そうなんだよね、タイムアタックの人ここ、うわ、猫ちゃん、タイムアタックの人ここ行くんだよね。まあ、これはね、私でも知ってるルートだね、一応。なんかね、結構このオンリーアップのゲームってあれなんだよね。ステージが変わるんだよね、アップデートごとに。だから私が、そう、このゲーム一人称視点っていうのがあって、今使ってるね。え、こっちの方が早いのかな、一人称視点の方が。でもやるってことは、 多分メリットがあるからやってんだろうね。え、なんなんだろう。速度が0.1上がるとかなのかなあ、そう、このゲーム結構ステージが変わって。んなんだおお、<laughs> おい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 お,いお前どこまそんなのありなの <laughs> うわ、なんかそのうち。 トランポリンからトランポリンつったってずっとトランポリンみたいな無限トランポリンロードって感じじゃないその、このゲームあれなんだよね。私がやってた時代と今やってる時代。私やってたの1ヶ月前とかかな忘れたけど。でもステージが若干違うんだよね。アップデートでちょっとずつ変わってってるんだよね、ステージが。だから、さっきのベッド、今飛んだやつとかあったのかな私やってた時代。もしかしたらなかったのかもしれない。それぐらい変わるからね。 なんかそうなっちゃうとちょっとあれだよね。この世界記録出した人のプレイあるじゃないですか。あるけど、そのマップが変わって、同じのを再現できないみたいな感じになっちゃったら、どうなんだろうね。なんかもう、勝ち逃げじゃないけど、アップデート前だからできたことみたいな、なっちゃうのかな。いやでもうまいね。もう普通の地面のように走ってるもんね。わ、こことかね。ガッチャの時は足場踏み外すんだよね。この人本当に、 マジで、繊細なコントロールを持ってるよね。ははははは。うますぎる。ガチでうますぎる。マチキはスローにして一生懸命。みんな見てみんな見ていけたいけたみたいな。<laughs> あ、すごい。あんなやってたところを、なんともねえように行きやがって。マチキの努力を嘲笑ってきたよな。で、これ確か次左行くんだよね。おあ そっからキャッチするんだ。なんかキャッチした後、クルって回ってるよね。あれあ、ここもクルって、あみんなわかった。これ、キャッチした後、クルって回ると、多分、速度が速くなるんだ。見てて。次キャッチするとき、絶対この人、クル入れてくるね。はははは。なんでそんな速くできんのいや私たちのやってるゲーム違うあ、ほらキャッチ後、私たちも真似しようかな。 あ、そこ行くんだ。ええー。で、見て、今4分経過なんだよね。あ、来る入れるよ入れねえじゃねえか。4分経過なんだよね。13分で来るじゃんだから、残り9分。あ、来るん来たね。ああ、ちょっと詰まっちゃったかな、今。本当にちょっとの詰まりも許されないプレイになってんじゃないかな。え、どうなんだろう。ここ確か掴むんだよね。これは私もやったね。 そうこれ掴めるんだよねこのうわ <laughs> これの精度とか私何回もやり直したんだけどなおっここでクルーン入れるんだあれクルーン入れないと完成で前側行くんだよね on the front, 私もやったことあるんだけどこっち側来れないのなんでかなと思ってえ <laughs> 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 すごすぎるんですけど <sighs> あの人も、あー <laughs> って言ったで、ね。え <laughs> あれ当たるのうわ、ってことは、まだ秒数縮めれるってことじゃない今のをミスったってことはミスんない。本当に、秒単位の勝負になってきてんじゃないかなって思う。でもすごいな。13分でクリアだから、残り8分でいけるのと思っちゃうね。で、マジあれだね。スローとか使わないんだね。 なんかわかんないけどコントローラーの設定でスローとかなくしてそう知らないけどなこのベッドねなんか角に当たるとぶっ飛んでくのかなわちもあんま分かってないんだけどうおっえあれ右行かないのかなおおお 枝に当たって感性で行ってるあり<し>かよ、そんなのえー、あそこトランプにやったら上に橋があるんだよね。で、そこまでは私行けるの。なんだけど、えー、ああいうテクニックあるんだ。えー、すごいね。あ、この人のクレジットカードだね。で、そう、このね、私も見たことあるんだよね。さっきも言ったけど、この人のはないけど、 上手い人のプレイ。やっぱトランポリンをすごい駆使するね。トランポリンのか、角っていうのかなそこに体を当ててるんだよね。多分これもやると思う。うわ、つい、口が怖え。進撃の巨人の口みたいになってる。うわ、これをマスターしないとダメなんだ。これなんて技、角じゃんみたいな技なのかなうーわ <laughs> あそこで狂い入れることにより、多分感性がなくなって、一気に落ちれるんだと思う。すげえあ、こことか自絶対だろうね。もう何もできないみたいな。ただただ時間が経つみたいなね。さすがにここのショートカットはないのか。でもそのうちなんか開拓されそうだけどね。うわ ちょっとでも前移行作戦なんだ。ここでちょっと上に登って。<laughs> かっこいいな。たくましいよね、なんか。このまた、あこれミスなんじゃないあそこ掴むの時間のロスみたいな感じするな。わかんないけど。ただまだまだ詰めれるのではないでしょうか。残り5分だよ、みんな。ああいやあどんまいっす ここね、引っかかっちゃうんだよね。確かどっかで。早い人の、あ、すごい一回も引っかかんないで行く。なんかこっちとかあんのかなあの階段引っかかんない。おおえなんか今二段ジャンプみたいなのみたいなのかな気のせいか。はわ、来た進撃の巨人のエレンゾーンね。エレンの脊髄を走ってくみたいな。出たわおえ、でもこれ操作めっちゃしづらそう。 これやるメリットね、マジで <laughs>、何なんだろう。でも早くなるからやってんだろうけど、それともあれかな落ちづらいとかあるのかなだかこのくらいの人のね、なんかコントローラーの精度になると、落ちづらくあっても、なんかどっちのモードでもできそうな感じするけどね。早いでも、私ここすげえ時間かけていったわ、なんか動画で。みんな、ごめん緊張する早送りするわ。みたいな。<laughs> あんな必死にやっちゃうな、私。 <laughs> それを何事もなかったかのように、生き上がって <laughs>。さあ。そうだね。ここにはベッドあるの、あちきも知ってる。あ、ここはあれなんだね。なんか角じゃん使わないんだね。さっきの角で異常に飛んでくやつ。それとも使えないのかなあれ使うときと使えないときの差は何なんだろうね。そこもよく分かってない。ここ地面に難しいよね。ちょっと落ちそうになっちゃうんだよね、あきさあ。で、ここで手に運ばれるのかな いやこの手はね、正直。うわぁ、薬指が一番いいんだ。高いのかな、一番。<laughs> 大丈夫、お兄さん。お兄さん、もう3分ないけど。これ、カップ麺8機作ってる間にゴールするってこと、お兄さん。この後、何あるんだっけこの後、登ったら少女ゾーンと、対抗ゾーンと、 あと何ゾーンあったっけあと、ドラゴンゾーンとかいっぱいあった気がすんな。え、すごいそんなそっちまでいけるんだ。なんか私もやったことあるけど、あれ本のとこぐらいまでしか行けないんで、うわ、気持ちいいね、やってて。すごいスラス。あ、こことか変わってるわ。私やってた時代と、うわその回転ガチりりしい。あそこ回転入れることのよりめっちゃ速くなったね。私でも分かったわ。 はい。やっぱりもう来るよ。あ、でもすげえ変わってる、ここ私やってた時代と。ね。ね、覚えてる私やってた時代のプレイ。いいね。多分そこ掴まなかったのでかいんじゃないえ、ここも超変わってんだけど。ここ私だと、中央から行ってたんだよね。中央に行くところがもうなくなってるな。いいよ。冷静よ。 ここまでいい記録出てるもんね。さあ、残り1分20秒でクリアする、この人。ほんとにま、あそうだよね。私もそこ登ってたね。ここまであそこ全く同じルートだね。はい。で、やっぱ残り1分だよ、みんな。こ右にベッドあるんだよね。はい。で、あの、女の子ゾーンに行くんだよね。お なんか FPS30 にしたよヌルヌル度を下げたってことかなあ、どこ行くんだえ道間違ってるあれ <laughs> え、恐竜くんいるけどええ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  頭ぶつけろ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 ,ぶつけろああえ、みんなこれって、なんかグリッチみたいのに含まれないんですかうおキャッチするんじゃんこれう <laughs> <laughs> これありなんですかみんなあれなんだよね。これ、 33秒でクリアしてる動画があるんだよね。オンリーアップ。ちょ、それいこうか。さみんな33秒クリア動画だね。見てて。これ私もね、動画にしようと思って、まあ、1時間ぐらい練習したね。できませんでした。修正されたのか、私のプレイが下手くそでできなかったのかわかんないけど、見ててこれ。はははははは。ねえ、さっきのやつ、これと一緒じゃない これをどこでやるかって問題じゃないのこれを登り切ったとこでやるか最初でやるかの違いじゃないのかななんかあんま言うと怒られそうなんで言わないんですけど。ねえ。だからもうちょい低い段階で、これあったらもっと早くクリアしてるってことじゃん。これは確かね、正式なゴールとして、その世界記録としては認められてなかった気がするんだよね。さっきのはなってんのかなはい、ってことでね、ちょっと人の動画なんで、ちょっと怒られたら消します。 いや、すごかったね。